あったという。意外とね、友達なんかといるときは一生懸命明るく振る舞おうとしたり、それなりに楽しんでいるような、雰囲気にはなってるんですよ。けれどもこう、その奥の目の奥の方向を探るとみたいな、別にね、僕がそういうふうに探ったあれはないですけれども、なんかこう違うことをみんなと話はしてるけど、頭の中ではこう半分は違うことをちょっと考えてるみたいな。勉強は本当にできましたし、あとやっぱりギター片手によく歌ってましたね。教室とかでも、休み時間とか昼休みとか。もうすごい人気者だったんじゃないですか。もうそうですね、後輩とかから見ればアイドル的なとこもあったと思いますよ。そんな尾崎豊がいつどこでなぜ反対してドロップアウトといった捨て身の若者の代名詞となってしまったのだろう。その当時テレビにはこんな暴力の風景が映し出され、新聞や雑誌は競っていじめや登校拒否の特集を組んでいた。ただその頃、世の中の流れに敏感なアズノロックはファッション化し、ニューミュージックは優しく愛や恋を歌うばかりだった。そこに尾崎が出現した。83年のデビューアルバム17歳の地図、それは若者に共通する心情の赤裸々な訴えであり、彼らをやりきれない思いに追い込んでいる現代の社会と大人たちへの抵抗でもあった。尾崎はあっという間に救世主、教祖と呼ばれるようになった。さんの方からこうどん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 トントン拍子に持っていかれるじゃないですか。でどんどんそれをレコードにしていこうって言われるわけでしょ。であまりにスムーズにいっちゃって、本人は本当遊び心みたいな感じで半分はねやっぱりあったと思うんで、戸惑いとかってやっぱりあったと思いますよ。すごく割とねデリケートなところあったから、怖かった。